東ルメリジ治州発行の切手。オスマン語の他にブルガリア語、ギリシア語、フランス語で表記されている。東ルメリジ治州は1878年から1885年にかけて現在のブルガリア南部に存在したオスマン帝国の地方行政団位、東ルメリアとも呼ばれる。東ルメリジ治州の行政区画路と戦争の 講和条約であるサンステファノ条約によって、一旦は大ブルガリア公国が建国されることとなった。ものの、ロシアの南下政策を警戒する列強の思惑もあり、1878年のベルリン会議によって大ブルガリア公国は3、分割された。これにより、最南部でエーゲ海付近のマケドニアは、オスマン帝国へ返還され、バルカン山脈を境に、山脈以北に、 ブルガリア自治公国が山脈以南に東ルメリ自治州が設置されることになった。自治州設置決定後、1879年までに宗教、国境の確定作業も終わり、自治州の州都はプロブリフに置かれた。自治州の最高責任者である総督は、ベルリン条約締結国の承認を得た上で、スルタンによって任命され、その任期は5年であった。この際、 総督には、キリスト教徒を任命することになっていた。また、自治州が治安維持のために、独自の憲兵隊と民兵を持つこともベルリン条約で、定められ、平時において、オスマン軍は、国境沿いの要塞以外には、駐屯できないことになっていた。ただし、治安が維持できないと総督が判断し、オスマン軍の駐屯を要請した場合には、関係諸国に通告した上で軍を進駐することは、 認められた。住民の多数を占めていたのは、キリスト教徒である、ブルガリア人であったが、州内には、トルコ人や、ポマクなどのムスリム人口やギリシャ人も多く、含まれていた。このため、自治州は独自の議会を持ち、憲兵隊では、民族の人口比に基づいた採用を行うなど、少数者であるムスリムやギリシャ人にも配慮した形式を、とってはいたものの、 州の実権を握っていたのは最大勢力であるブルガリア人であった。また、州内のブルガリア人の中では自治州の設置当初から山脈以北のブルガリア自治公国への併合を求める声が優勢であった。一方、州内には1884年に総督に就任したガブリル・クラステビチのようにブルガリアへの併合に反対する意見も存在した。これは、 当時のブルガリア自治公国は、公と議会の対立で、政治的に混迷した状況にあったため、併合を急いで混乱に巻き込まれることを嫌ったゆえの選択であった。しかし、クラステビチのような意見はあくまで少数意見にとどまり、1885年2月には、併合を求める政治組織、ブルガリア秘密中央革命委員会が結成される。委員会は9月に、 ブルガリア人民兵と共に州内各地で放棄し総督を追放して自治州の実権を掌握する。これを受けてブルガリア公アレクサンダルはプロブディフに入りブルガリア自治公国が自治州を併合したことを宣言した。11月にはブルガリアによる自治州併合に反対するセルビアとの間に戦争が勃発したもののこの戦いに ブルガリアが勝利したことから併合は既成事実化し、1886年のブカレスト条約によりブルガリア公が自治州の総督を兼ねるという形で事実上、併合は承認された。ただし、ベルリン条約との整合性を保つために、名目上は自治州は存続することになり、ブルガリア公による総督位も終身のものとはされず、 5年ごとにベルリン条約締結国の承認の上で再任されるとされた。このため再任の際にその承認をめぐって締結国間の外交紛争が生ずることもあった。その後、1908年にブルガリアがオスマン帝国から独立を宣言すると、名実ともに東ルメリジ地州は消滅した。ありがとうございます。